肉の町、三重県は松阪市。私たちが世界に誇るは肉の芸術品、松阪牛だけじゃない。日本人が和食と聞いて思い浮かべる食べ物といえば、そう、お寿司です。伊勢湾に面した松阪市には、実は美味しい海の食材がたくさん集まります。松阪市は絶品お寿司屋さんが多く立ち並ぶ、まさに食の宝庫ということで、うちの一品第7弾は寿司をご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市愛宕町にある徳太郎さんです。徳太郎さん、お久しぶりです。実は私、徳太郎さんよく行くんです。さて、徳太郎の店主さんは県内のお寿司屋さんで修行を積み、2014年に老舗お寿司屋さんが多く立ち並ぶ愛宕町に満を持してオープンしました。徳太郎さんでは、細工寿司といって笹の葉を包丁一本で鶴や蝶の形にしたり、お寿司に少し手を加えることで華やかに見せることにもこだわっています。またコロナ前まではディナーのみの営業をしてきましたが、コロナ禍でお店の営業スタイルを見直す時間ができた時に、ランチの営業をスタートさせ、ずっと苦手だった SNS を勉強し、特にインスタグラムでの発信に力を入れたそうです。その結果、ある商品が2ヶ月の間で約1000食を売り上げたとのこと。さあ、徳太郎さん、そんな新進気鋭の若大将がインスタグラムでバズりにバズらせたうちの一品、ご紹介いただきましょう。お待たせしました。徳太郎、うちの一品、夕桜巻きです。ん？巻き寿司に入っているのはお肉ですか？はい、うちの夕桜巻きは極上の松阪牛を仕入れて、それをローストビーフにしています。この艶やかなローストビーフをおぼろ昆布で巻いて巻き寿司にすることで、見た目が鮮やかになるように仕上げました。コロナが流行する前まではこの巻き寿司のみを提供していましたが、コロナ禍でお弁当スタイルの需要が増加したことで、この巻き寿司に加えておかずも一緒に提供することになりました。うちのお店では大人がカッコつけられるような空間を意識していますので、ぜひ実際にお越しいただいて、うちの一品をお召し上がりください。めっちゃインスタ映えしそうな巻き寿司やん。松阪牛のローストビーフが入ってるなんて贅沢ですね。さて、今回ご紹介したのはお寿司屋さんの激戦区愛宕町にある徳太郎さん。所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。